それではミスサンサ、サンサ太鼓連の皆様、よろしくお願いを申し上げます。皆様、こんにちは。本日は盛岡三叉踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます。私はミス三叉踊りの芝沙耶香と申します。同じくミス三叉踊りの佐藤杏奈と申します。同じくミス三叉踊りの和田美奈美と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいまご披露いたしましたのは盛岡三叉踊りの復興踊りという演目でございます。悪を追い払い、家の中に福が舞い込むようにとの願いが込められており、福を呼ぶと書いて復興踊りと申します。本日ご来場いただきました皆様にも福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきました。
続いてご覧いただきますのは七夕くずしという演目でございます。七夕くずしは天の川を奉り、水に願いが届いて豊作となるようにという祈りが込められております。七夕くずしに続きまして、栄える夜の踊りと書きますエアサ踊りをご覧いただきます。盛岡三叉踊りは毎年8月1日から4日まで開催され、盛岡三叉踊りが栄えるようにという思いを表しております。そして最後に披露させていただきます演目は、盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統三叉踊りの基本踊りの代表的な一つ、十二拍子でございます。それでは引き続きご覧ください。Thank you.
楽しみいただけていますでしょうか。ありがとうございます。私はミス三三踊りの上山亜美と申します。同じくミス三三踊りの半田奈々子と申します。よろしくお願いいたします。ここで盛岡三三踊りについてご紹介させていただきます。盛岡三三踊りは毎年8月1日から4日まで開催される勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞が魅力の東北を代表する夏祭りでございます。今年は3年ぶりの開催となりました。コロナウイルスの収束を祈り、来年も無事開催されましたら、ぜひ皆様も岩手県にお越しください。盛岡三三踊りの起源は盛岡市那須川町にございます三石神社の三石伝説に由来していると言われております。その昔、南部盛岡城下に羅刹という鬼が現れ、悪さをして暴れておりました。困り果てた里人たちは三石神社の神様に鬼の退散を祈願いたしました。神様は里人たちの願いを聞き入れ、もう二度と悪さをしないよう、その誓いの証として神社の境内にございます3つの大きな岩に鬼の手形を押させました。諸説ございますが、岩に手形、岩に手、岩手、これが岩手県の名の由来とも言われております。また鬼の退散を喜んだ里人たちが三石の周りをさんさ、さんさと踊ったのが盛岡さんさ踊りの始まりとも言われております。さんさ踊りの合いの手にさっこらちょいわやせとの掛け声がございます。このさっこらを漢字に表しますと、幸せ、呼ぶ、来ると書きます。本日皆様のもとにも幸せが訪れますよう願いを込めて踊らせていただきます。それでは最後の演目となりました12拍子、引き続きお楽しみください。
ミス三佐、三佐太鼓連の皆様、ありがとうございました。さあどうぞ皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。あちらも本当に素敵なステージありがとうございました。さあミス三佐、三佐太鼓連の皆様の素晴らしいステージが終了いたしました。